昭和26年で東京生まれ、うん、で父はその頃アメリカの進駐軍に勤めてたんです。父はアメリカ この市民権を取ったわけです。アメリカ人になったわけです、うんうん、ところがそれを全部失っちゃいます、はい、それでは本日の素敵なゲストをご紹介いたします。建築家、国士舘大学教授の国広譲二先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて本日も UKM ワールドアカデミー会長の稲井秀人さんとともにお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、もう国広譲二先生目の前にしておりますけども、いかがでしょうか。お名前がかっこいい、ね、まずは、はい、誰だとそしてお会いした瞬間のね、このオーラというかね、はい、元気さが素晴らしいですよね。駆け寄っていきたくなりますよ ね、 お人柄がね、はい、今日はお忙しい中ありがとうございます。いや、今日はここにお呼びいただいてありがとうございます、ね、ありがとうございます。ワクワクしております、はいはい、さあ早速なんですけれども、国広先生は東京生まれで、まあ、アメリカ在住33年、日系三世とい こう2つの文化を持っていらっしゃる建築家でいらっしゃるということなんですが、はい、まあ、その先生の、ね、半生について伺いたいなと思うんですけれども、お父様がカリフォルニア州生まれの日系2世でいらっしゃるんですね。はい、そうですね、はい、祖父母が、明治代に移民、まあ、ブラジル行ったりとかいうその移民団の、一員として若い、祖父母たちが、まあ、アメリカに行ったわけですね、はい、でカリフォルニアで、まあ、もう何か仕事、農業とか何かやってたんでしょうけども、うん、まあ、その2人が出会って、結婚して、うん、そこで生まれた、まあ、オークランドというところですね、はい、まあ、祖父母が花屋さんをやってたっていう話を聞いたことがあるんですけども、まあ、その、そこに生まれた長男が私の父、フレッド道則国広というのが私の父で、まあ、5歳までアメリカにいて、うん、もう一人、長女がいて、私のおばですよね、うん、4人家族で日本に戻ってきたというところから、まあ、始まるというかね、で田園調布が当時、まあ、大正時代ですかね、できた時に家を買って住み始めたというのが、まあ、この国広家の、東京での生活。それまでは、祖父は、大分ですね、はい、祖母は鳥取という、まあ、要するに、はい、農業で、向こうに行った人たちですから、まあ、東京を知らず都会人になって戻ってきたというようなことだと思います。なるほどね。そしてお父さんお母様とかおじいさんおばあさんの話とかは割とお聞きになりました？まあ、ここまたですね、はい、先ほどもちょっとお話してましたけど、まあ、いろいろと私も複雑な ありがあります。祖父母が離婚してるんですね、まあ、途中で。ですから私も小さい頃ですからそんなに話を聞いてないですけども、父がまあいろいろなコレクターというか写真マニア あ、そうですか。でもうとにかくいろいろなものを全部マニアとして保存している。大正時代からの写真とか明治時代からの写真とか、で自分も、まあ、カメラ好きなんで映像とかを撮っている。そういうものが全部残ってたんで、はい、まあ、それを見ながら、はい、まあ、自分の、まあ、父と祖父母の、まあ、生活をこう、まあ、振り返ってみるというか。その写真は今も残ってるんですか？はい、今ちょうど、まあ、私もこの年になりましたから、はい、まあ、これを残していくのに、うん、まあ、写真という媒体よりか、まあ、今データ化して、はい、で家でデータ化しながらそれを見て、まあ、これをまたうちの息子に、まあ、渡していくというようなことを作業しています。いや、いいですね。その頃というのは、まあね、アメリカにいらっしゃった頃というのはどういう幼少期だったんですか？まあ、幼少期というのが始まったのが、うん、まあ、1951年、昭和26年で東京生まれ、うん、で父はその頃アメリカの進駐軍に勤めてたんですね、うん、もちろん日本に5歳で帰ってきてからずっと、まあ、日本でしたから、はい、でその間、戦争、第二次世界大戦が始まって、うん、父は祖父母もアメリカの、まあ、移民してた向こうの市民権を取ったわけです。アメリカ人になったわけです、うんうん、ところがそれを全部失っちゃいます、はい、戦争の裏切り者ということ で戦後また父はアメリカに行きたいということで10年間、進駐軍に、まあ、民間人として勤めたんですね、うん、それで、そこの上司の大佐の、まあ、推薦状をもらってアメリカの市民権を再取得して、うん、まあ、その頃私が生まれて、
アメリカに行くことになったんですね。一応5歳で初めて行くんですけど、でその時にうちの母も日本人の母でしたから、移民をということで帰化して、で、家族3人とも、アメリカ国籍で、アメリカに行ったと。でまた帰ってきて、でしばらくしてまた小学校の時にアメリカに行くんですけど、一応小学校は日本の小学校なんですね。そうですか。で、いつもトラウマになるんですけど、私は慶応技術大学というか慶応幼稚舎に入りたかったということらしいんですけども、父も慶応、叔父も慶応、それから叔父2人慶応ですね、野球部とアメフト、それから、祖父の、妹が福沢諭吉の孫と結婚して、福沢のおばちゃまという人がいるんですね。ですから私は慶応に入れると、当たり前じゃないですか。コネの学校ですからね、慶応義塾。そう思いますよね。ね、はい、それで一応塾に行ったんですね、慶応受けるための塾を、昭和20何年に、そこまで全部、今当たり前ですけど、そこは珍しいじゃないですか。そうですよね。それで面接に行きます。はい、落ちました。あらまあ、落ちたんです。私はもう慶応尽くしなのに落ちた。なんででしょうか。多分面接で座ってなかった。多分走り回ってたらしいんです。なのでそれが、でショックでですね、私は慶応に入るための落ちた人たちが行くって言ったら失礼ですけど、森村学園という初等科に入りました。大体みんなその後中学に行くと、半分ぐらいは慶応とか行ってるんですけど、それで慶応を目指したんですね、慶応義塾。ところが6年生の時に、アメリカに行くことになってしまって、で受験もせず、母は受験しなくていいわ、アメリカ行くのよ言われてですね、1964年5月31日にアメリカに渡ります。一生のトラウマですね。そうですか。もう建築と関係なく、私は商社マンになりたかった。へ、そんなような雰囲気な、何になりたか、本当は電車の運転手になりたかったという大きな夢があった。もうすごい巨大な夢は、もう中央線の電車の運転手、巨大な夢、中央線が重要。山手線じゃない、中央線がいい。山手線って同じ駅がある、中央線は行ったら一回、結局同じ駅なんですけどね、くるくる回ってないという、小学校の時はそうに思ってたから、中央線が良かった。ユニークですね。それで飛行機に乗ったら、今度やっぱり、飛行機のパイロットになりたい。でアメリカにずっといて、幼少というか中学高校で、大学行く前に、月着陸の1969年、出た、この時に宇宙飛行士になろうと思って、どんどん電車から飛行機から進化します、ね、進化した。でですね、ここはまたポイントな、小学校でなかなか受験するためにですね、いろいろ勉強してたんですけども、算数、数学はあんまり得意じゃなかった、で、国語、文系が得意だった、それで、別にそれでアメリカ行くと全然日本の文系関係ないじゃないですか、でアメリカで、数学ができるようになってしまった。その向こうの中1の数学って、日本で言ったら小学校2年生ぐらいのレベルなんです、そうですか。だから分かりやすく教えてくれて追いついていくという教育、日本はもう最初から難しくしていって、でみんなも勉強嫌いになって、さっきも話しましたけど、学生が寝てると、ね、なるほど。高校3年の時に宇宙工学に、要するに宇宙飛行士になって、カリフォルニア大学を受けてというか、それで入ったんですね、ところが、残念ながらですね、高校3年の時に全然見たことのないような数学が出てきて、クラストップからビリまで落ちてしまって、挫折して入って、宇宙工学を諦めて、転部して、建築に入ったというのが幼少というか、ティーネイジャー時代。そうなんですね。でした。すごい、もうお話が尽きないんですけれども、ずーっと一緒にしました。そうですね、すごいです ね、なんかいろんなことに興味を持たれて、どんどんこう進んでいかれたんですね。やっぱりね、でも動いてるものの職に就きたかったんですけど、結局今は動かないものを作ってるわけ、そう、全然矛盾してるわけ。面白いですね。そう、どうかせって面白いですね。はい、ということで、本当にお話尽きないんですけれども、また次週もご登場いただける、ということですので、ぜひこのお話の続きを伺っていきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。
私の祖父が三菱財閥の最後の久屋、久屋が本家なんですね。それは私のひじいさんです。外国人の人たちが日本の文化を愛するように、やっぱり海外に通じる普遍的な何かが日本の文化